はい、どうもこうです。いやー、久しぶり。今日はね、車好きのね、ちょっとライフハック的な、もしかしたらね、人によっては4億円とか5億円とか、それぐらいのね、お金をセーブできちゃうんじゃないかっていう、すごいいいネタをね、持ってきました。まあ、車好きっていう病気を抱えているね、患者さんは、何個かタイプがあると思うんだけど、まず、スタイルね、どういったデザインがいいとかダメだとかっていうのはよく言われて、あとはね、パワートレインとか、これ何個の車何ブレーキやるとか、これの方が速いぞみたいなとか、あともう一個はね、一番結構これもファンがいるんだけど、エグゾーストね、エグゾーストノートがね、いいとか悪いとか、そういうのをね、こだわる人もね、結構いっぱいいて、で、ね、今回はね、そういった患者さん向けの処方箋をご用意しておきました。音がいいね、スーパーカーっていうと、パガーニーゾンダっていうのはね、まあ音がいいと誉れの高いね、パガーニーゾンダっていう車があるんだけど、ゾンダはね、もう次の後継のワイラっていうのが出てるから、まあ古いんだけど、ワイラよりもゾンダの方が好きっていう人が圧倒的に多くて、でね、市場の価値も全然ゾンダの方が高くて、もうね、最低でも4億とか5億出さないと買えないと。もっとかな、5億以上しちゃうかな、まあんまり出てこないけどね。でもね、まあそういう音はね、なかなかだからみんなが味わうことは難しいんだけど、本当にね、選ばれた一部の人たちしか味わえないっていう、今残念な状況になってるわけですよ。まあ困ったもんだと。で、俺の友達の、アメリカ人の YouTuber で F スポットっていうやつがいるんだけど、かなりいっちゃってるスーパーカーの音フェチっていうか、エグゾーストノートいい車があれば、ビデオカムコーダー抱えて短パンとサンダルで世界の果てまで行っちゃうぞっていうようなね、まあ、かなり行っちゃった変態なんだけど、で、まあ、彼がね、ゾンダみたいな音のする車に乗りたいと、でも4億も5億円もっていう、そんなお金はね、用意できないと。さて困ったと、どうしようと。で、ちょっと考えたわけです。やっぱりね、諦めたくないと。で、まあね、ゾンダのエンジンはね、パガーニ全体はずっとメルセデスのエンジンを使ってるから、これはね、古いメルセデスのエンジンを使って、で、エグゾーストを変えればゾンダみたいな音がするんじゃないかというね、仮説を立てたわけですよ。面白いね、この辺がすごいアメリカ人っぽいよね。あ、メルセデスの S600 っていう80年代から90年代に作られた S600 の W140 っていうタイプのエンジンがね、ゾンダに実際使われてるエンジンで、だからそれさえ手に入れば、あとはなんとかなるんじゃないかと。ちょっと話をね、戻して、スポットは前からね、とある日本のね、エグゾーストの会社に目をつけてて、でね、2017年かな、鈴鹿のね、サウンドオブエンジンに行った時に、フェラーリの F599 がものすごい良いと思う、本当に、え、これ F1 なのっていう、あの90年代とかの 3.5 リットルの F1 時代のあんなようなね、音のするね、フェラーリ599が走ってて、俺もいたんだけど、まあすっげえなと。で、ああいうのを作りたいということで、じゃあ W140 の S600 とその日本のエグゾーストの会社とで一緒にやったら、そんなことができるんじゃないかと。で、俺に聞いてきて、じゃあちょっと見積もり取ってみようということで言ったら、140万ぐらいでできますよということになったんで、140万とプラス中古の S600 の感じだと。で、パガーニゾンダの体験ができると、じゃあやってみようとなったわけですよ。で、まあケンと一緒に S600 とね、 S600 のね、中古を探し始めたんだけど、まあ25年ぐらい前の車なんだけど、その当時ね、日本はバブル経済で景気が良かったから、そういう車バンバン売れてたみたいで、まあまあね、古いけど玉数は それなりにあって、値段もね、安かったから70万円ぐらいでね、ヤフオクで青いのを見つけて、で、まあ、スポットゴードに言ったら、行こうと。で、現車をね、見るまでもなく、もうノールックでね、ヤフオクで落札して、で、東京に運んで、でね、やってもらったのが去年の5月ぐらいかな。そう、で、車がね、完成したのは9月ぐらいなんだけど、9月ぐらいにはもうできてて、うん、で、まあ彼のね、YouTube も上げて、もう大成功ですよ。
すごい何百万っていう家があって、多分見た人もねいるかもわかんないんだけど、まあね、日本語でねこれが初めてのブログになると思うので YouTube になると思うんでね。さあ果たして70万で買ったメルセデスに140万円でリゾルトつけたら本当にパガニゾントの音がするようになったのか楽しみですね。まあさらに言うとね、今回その9月の話だったんで、で俺とスポットの共通の友達もねその YouTube のビデオを見てめちゃくちゃ気に入って俺もやりたいっていうことで、他にも良さそうな車があったんで、BMW のね2000年代の M5、 これが V10 エンジン積んでるんで、でそれもねかなりいい音がする可能性があったんで、じゃあそれでやってみようっていうことで、まあまあ連れ出していったというところですよ。まあ一緒に今回2台でやってったんで、じゃあそんな感じで見ていきましょう。まずは大国からブンで、ふう、さあこっちのはねゴードン F スポットの W140 の S600、まああとはこれか、あとはこれで M5 と一緒にトンネルランをしてみようと。でステイチューンで、そうそう、そういうわけでステイチューンで。マットイエローのピスタ、これはいいね、これはかっこいい。シルバーと黒のラインが、これはいいよ、これは素晴らしい。初期型のねスライドウィンドウね、うん、89年かな90年かな、めっちゃ綺麗。欲しいね、これ欲しいわ。なんか距離数もね1万キロちょっとしか走ってないみたいで、あ、コーギーズの、ま、ステッカーが貼ってある。でこっちも、こっちちょっと新しいでいいのかな、 ML どっちだろう。おやっぱ美しいね、こう2台並べて。でお、こっちもまたディーノがあって、これが 246? お、これが、308の GT4 だったかな。ああ、ディーノ 208 GT4。 ああ、横置きだね。で、あ、後ろにシートがついてて、横置きの V8 珍しいね。他に横置きの V8 ってあったかな。アウディ RSX の V10、 これね、この前 V10 のねエグゾースト変えてるやつを乗せてもらったんだけど、あれはねすごかったよ。これもね M5 の V10 と E60 の M5 の V10 とね同じように F1 みたいな音がするからね、300万くらいかななんと思うんで、これをエグゾースト変えたら F1 みたいな車を乗せる、犬を運べる車、犬好きには最高だよね。まあすっごい人がいてもう渋滞になっちゃったんだけど、一番ねこの日本代表する2人のスポッターが注目したのはアルファ164 V6 Is it V6? もう後ろに止まってあるカウンタクトが344、いや348よりもなぜか興奮している。 Why is you guys so excited about this car? It's a nice car. It's a nice car, I know, it's a nice car, but you know, it's just a normal sedan. It's rare to see it running. Ah, Lara, because it's so fragile? Yeah. Oh, unreliable. Oh, all right. Fragile is a diplomatic word. Okay.LP600 マクラーレン 600LT スパイラー、うん、マクラーレンオレンジなのかな。タイヤが見えてるのがかっこいいよね、うん。これからね、まあ、お昼食べてまたね多分みんなどっか行くと思うんだけど、まあまあとりあえずここはねこんな感じかな、うん。さあ警察がねこうやってもうお願いします、道を入れないようにしちゃってて、もう今日はねこれで大国終わりです。でもうみんな撤収で、こっちが 600LT 人事を持って大国パーキングは閉鎖となっております。あ、了解です、帰ります。車の運転手さんは車
いやすごい、車見えないけど音だけが響いてる。これもちろんみんな制限速度以下で走ってるからね、それでこの音だから。2台で合計エグゾーストで300万かかってるから、いや狂ってるね。ところでね、もう今ね、これね、BMW の新しい、M5?BMW ね、新しい M5 に乗ってるんだけど、すごいよ、これ、めちゃくちゃ速い。オールフィールドライブ、4駆の、600馬力の、トルコ750だから、でね、噂では、カタログ上では0、100キロが 3.5 秒 ?5 秒とか4秒とか、5秒とか4秒とか、それぐらいだけど、実際には、なんか3秒切ったっていうね、実測データがあるらしくて、本当にね、今 E60 の M5 からこっちに乗り換えたんだけど、もうね桁違い、これの速さ半端ない。あ、もちろん制限速度以下ね。オトバンチョ、オトマッチョたちが到着した。さあ、えい。さあ、いやこれね、M5、ドゥーン。いや楽しかったわこれ。めっちゃ速い。ミラーもこんな形で、かっこいいねこれ。これはやばいわ。これは欲しい。今まで乗った中で多分最速の車のうちの1台ぐらいかな。オトバンチョ2号。オトマッチョ1号すっげえな。エンジンオイルがめっちゃなくなると思ったらこんなことになってたよ。多分絶対これエンジンオイル昨日買って1リットル追加したんだけど、あっという間にね、エンジンオイルがガソリンと同じくらいの速度でなくなっちゃう。ね、これがねゴードンの S ポットの S600 の内装ですよ。これがYouTube で500万回600万回ぐらい再生された F1 サウンド、1万2000ドルのエグゾースがついた S クラスと100万円ぐらいで買って、で俺北海道から持ってきて、でそれでねエグゾーストの加工をしたんだけど、燃費がすごいらしいよ。リッター 2キロとか3キロとかランボルギーニムルシエラゴレベル。 CCX が前にねいてね、なんか邪魔してるんだよね。俺たちが行くところついてくるんだよね、あの CCX がね。そうね、同じ目的地行ってるのかな、さっきから。決してついてってるわけではないよね。あーそうかそうか、俺たちが行くっていう情報を聞きつけてあー多分3万ドルのね、合わせて3万ドルのエグゾーストを聞きに来たんだろうね。うん。バルブ開いてるかな、こっちは開いてるかな。絶対音これコーニクセイから出てる風に聞こえるんだけど、全体こう全然違うよね。この前の10年前のセダンから出てる音だからね。仮説が証明されましたよ皆さん。ハッピーエンディングですよと思ったんだけどね、実はねこの物語には第3部作があって、オトマッチョ3号がね今プロジェクトが進行してて、日本なんでもう一個ね、日本にも面白いエンジンがあったじゃないですか。何ですか、そうですよ、あれですよ、あの子ですよ、センチュリーのね、2代目センチュリーの V12 機のね G50 型かな。あれもね、まあ今回みたいなこの野蛮な下品なプロジェクトとは正反対のねお上品な車だけど、あのエンジンで F1 サウンドが出たらもう
これは勝利じゃないですか。圧倒的な勝利ですよ、ね、なのでね、まあちょっとやってみようと。止まらない好奇心、車バカのメントスコーラみたいな。まあまあそんなわけでね、あの次回以降お楽しみください。だからね、チャンネル登録とかね、あ、大事なのはこのベルのボタンを押すのがすごく大事みたいで、ベルを押すと新しいアップロードがあった時に通知が行くみたいなんで、ぜひそれも。であとはね、インスタとかもやってて、イベントとか行くと最新の情報をインスタのストーリーにだいたい出してるんで、そこもねフォローしてもらえると嬉しいです。あとはツイッターもね、最近の車の海外の車のニュースとかパパって速報みたいな感じでツイートしたりとかいろいろやってるんで、もしよかったらそれもお願いします。フォローしてくれると嬉しいです。ではまた次の動画で。 Have a good one.